皆さんこんにちは、マッケンです。ということで本日やってきましたのはこちら中島温泉旅館です。鹿児島県日置市にございます吹上温泉というところにあるんですけれども、こちらとあることで有名な温泉になっております。というのもですね、かなり古めかしい建物なんですけれども、築70年を数えるこの建物の中にですね、なんとテレビでも取材があったように、実は座敷わらしさんがいらっしゃるそうです。まあ私はですね、予約した時点では全く知らなくってですね、泊まりに行った時にですね、なんと初めて私はそこで気づいてしまうということになったんですけれども、実際私が泊まった部屋は座敷わらしさんが出る部屋だそうです。ということでね、まあいろいろお話をしていたらですね、非常に宿のご主人とですね、おかみさんがですね、非常に優しくしてくれまして、なんと私が泊まる部屋ではない2階の部屋などもですね、いろいろ見せていただけました。でこの2階の部屋なんですけれども、またですね、びっくりすることにですね、はい、雰囲気がバンバン感じられてですね、まあここは間違いなく、何かいらっしゃるなという雰囲気でした。まあ本当にですね、素晴らしい宿でございまして、私こういう歴史を感じる宿というのは非常に好きなわけです。というのもですね、実はここの宿、今映ってるんですけれども、実は西郷隆盛さんがですね、なんと3回もですね、このお風呂入りに来たそうです。というのもですね、こちらの温泉というのがですね、薩摩のお殿様と申しますと、島津家なんですけれども、その島津家のですね、昔のお殿様、島津実信公さんというですね、500年前ぐらいの方がですね、こちらのお風呂をですね使っていたそうです。でその後ですね、なんやかんやございまして、現在のですね、こちらの、ご主人の、おじいさんの代ぐらいにですね、こちらを譲ってもらって、そしてここの宿の経営をされているそうです。ということで早速温泉に入っていきますよ。先ほど、西郷さんのお風呂を見たんですけれども、こちらは大浴場でございます。ちなみにこちらのですね、温泉の泉質としては単純性硫黄泉ということになっておりまして、まあ単純温泉の一種ではあるんですけれども、非常にですね、硫黄がですね、硫黄の匂いがかなり強くてですね、これ本当に単純温泉なのかというほどにですね、すごかったです。湯の花は確か浮いてなかったとは思うんですけれども、本当にですね、肌がすべすべになりました。そしてやはり硫黄の成分が結構ダイレクトに感じられる感じで、硫化イオンが多いんですよね。硫化水素イオンが多いので、非常にですね、ダイレクトに感じられる感じでした。本当にですね、素晴らしい温泉ですね。私こういう温泉大好きですよ。硫黄臭いところ私大好きなんでね、本当に最高なんですけれども、まあ私最近首の痛みとかにですね、結構悩まされてたんですけど、ここの温泉に入った、もちろん座敷わらしさんの影響かもしれないんですけれども、もう本当にですね、首の痛みが一瞬で取れまして、でそして次の日朝起きたらですね、私の首は本当に健やか快調ということになって おったわけです。本当に素晴らしい。まあただですね、胸毛なんかはなくならないので、まあそれは残念ですね。こちらの宿の娘さん、なかなかですね、色が白くて綺麗な方だったんですけど、この方にですね、見せられるような体ではないので、もちろんモザイクをかけさせていただきます。ということでね、余計なことを挟みましたけれども、まあ本当にですね、まあちょっとこの壁面のですね、絵とかもですね、おかみさんは、なるべく映さないでくださいとかおっしゃられてましたけれども、私はですね、こういう感じ大好きですよ。はい、自信を持っていいと思います。でね、本当にこの吹上温泉というところなんですけれども、こちらですね、吹上浜というですね、南北100キロぐらいですね、続くようなですね、実は海岸がございまして、私の空撮動画がですね、昔撮ったものがあるんですけれども、それがあるところの温泉地になります。もう本当にですね、壮大な景色になっておりまして、本当に観光にも素晴らしいところだと思っております。で、これが成分表ですね。で、そしてですね、事件は起きました。
お風呂から帰ってきたらですね、なんとですね、これ虫とかじゃないです。虫とかじゃないんですけど、なかったものがですね、突然、あったわけです。これびっくりしました。本当にね、これ人間の仕業じゃねえなっていう感じだったですね。ただね、中を見せてしまうと、中身を見せてしまうと、なんか怒られそうな気もするんで、ね、それはね、見せないことにします。いや、本当にね、雰囲気がすごい溢れてます。でね、すごい空気が澄んでるんですよ、ここ。素晴らしいですよ。で、私はいろんな作業をですね、こうやって動画作ったり、ね、ちょっとしてたわけなんですけれども、まあなんか起きないかなと思ってですね、撮ってたわけです。まあほんと暇そうにしてますね。時々上向いたりですね、横向いたりしてると思うんですけど、これただ上向いたり横向いたりしてるわけじゃなくてですね、突然ラップ音のようなものがしたりとかですね、まあちょっといろいろ起きるわけですよ。ちょこちょこなんですけど。そして、だいぶ異変が起きたのでですね、もう作業を止めて私、リアクションを取っております。まあ何が起きたかと申しますとですね、突然空気感が変わるわけですね。うん、これはもうここの宿に泊まってみないとわからないことなんですけれども、かなり、誰でも多分わかると思います。空気が明らかに変わるのでわかります。で、その後ですね、何が起こったかとかですね、そういったことは、まあ特段なかったわけですけれども、まあ私このようにですね、非常に集中して、いるわけです。どう見てもですね、これ今このカメラ上ではですね、この画像ではこうやって向いてますけど、実際ですね、これ、いろいろ感じ取るところはですね、背後なんですよ。背後のですね、この襖の方からいろいろ感じるわけです。なのでですね、ただ後ろ向いても後ろから感じないので、あ、上なのかなって思って上を結構向いてるわけですけれども、やっぱりなんか方向が違う気がするといった感じです。まあそれにしてもですね、まあこういった宿にですね、私何も知らないのに泊まることになるっていうのはですね、もちろんなんか呼ばれたんだろうなというふうに思いました。私がそんなね、力がね、特別あるのかどうなのかっていうのはですね、秘密にしておきますけれども、まあいろいろ起きました。はい。でね、朝になって、まあ夜中ですね、何が起きたかとかで、まあそういう詳しいことはですね、もうここでは触れないことにします。はい。触れません。何が起きたのか。ただですね、宿の、おかみさんと、ご主人にはですね、ちゃんと話させていただきました。で、こちらがですね、実は離れの部屋もですね、見させていただきまして、こちらですね、なんとか和紙って言ったんですけれど、なんとか好き、なんかですね、薩摩藩の方で、刷られてた特殊な紙なんだそうですけれども、こちらを復活させた、明かりが使われてます。そしてこちらがですね、実信仰の湯というですね、離れの方々のためだけの温泉になっております。で、こちら、当館の歴史ですね。はい、中島温泉旅館の歴史が書いてあるわけです。いや、本当にですね、私、まあ、大体、こういうですね、ところにですね、泊まるのは好きなんですけれども、本当に、たまたま泊まったわけでありまして、そして、たまたまですね、予約が空いてたので、私泊まれたそうなんですよね。びっくりしました。でね、これ、祠なんですけれども、実はですね、私、ここに祠が、この宿の裏手の方にですね、祠があるのは全く知らなかったんですが、そちらの方からですね、なんか、誰か来るんじゃないかっていう雰囲気を感じ取っていたわけです。まあ、それにしてもですね、こういった運命もあるわけですね。温泉宿っていうのは非常に楽しいものです。旅行というものはですね、本当に人のですね、想像しなかったところにですね、ダイレクトにこう飛び込んでくるようなものがあったりとかですね、まあなんかこう、オカルトな話じゃないんですけど、本当にですね、そのところに行かなければ、そこに行かなければ体験できないこと、ひらめかなかったこと、なんか開花しなかったこととかね、あると思いますんでね、皆さん、まあコロナまだまだ続くと思うんですけれども、3密に避けながら、いろんなところに行ってですね、いろんなパワーをもらって、そして、また、この日本国をですね、元気にできるように頑張っていこうじゃありませんか、というですね、なんか選挙演説みたいになったんですが、ここまでご視聴ありがとうございました。中島温泉旅館、非常におすすめでございます。じゃあね、バイバイ。